人の幸せって憎いじゃないですか。どうもウエストランド井口です。河本です。はい、もう YouTube でご覧の方は見て分かる通り、はい、今回はゲストに来ていただいておりますこのお二人です。どうぞ。どうも三拍子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、僕は高倉涼で相方の隣にいるのが高倉涼です。お前ばっかじゃねえか。よろしくお願いします。出た。おーって言うのも違うけど、ね、確かにね。いまだに俺は自己紹介してないしね。誰なんだか。久保でございます。よろしくお願いします。高倉さんと久保さんです。お願いします。お願いします。ありがとう。来たかったよ。まあコラボ企画といいますか、うん、三拍子さんの YouTube チャンネルでやってる生マンデー、まだ生配信でやってるんですけど、それの直後にこれ撮ってます。はい、ちなみにちょっとその YouTube チャンネルと生マンデーの説明みたいなのしていただいてもいいですか。はい、三拍子がやってる YouTube、オフィシャルチャンネルでございます。生マンデーはですね、毎週月曜日8時から生配信で放送して、うん、時事漫才を必ずやるというね、すごいっすよ。そういう配信でございます。時事漫才やりたいがためにその毎週生でやろうかっていうのを始めました。すごいですね、はい、逆の発想というか、うん、だからトークは別に僕はしなくてもいいんですよ。生で時事漫才さえできれば、はい、本当にすごいですもんね。さっきびっくりしましたけど、自前で三八マイク持ってるんですよね。いや持ってないんですか。いや持ってないんですよ。信じられない。刀持ってない侍と一緒。違います。意味が全然違います。それM1 の資格に入ってんじゃないの。いや入ってないです。自分の三八マイクでやることっていう。三八マイクって会場に行ったらあるんですよ。自分から持っていくもんではない。持ち歩くもんじゃない。知らなかった。そういう甘すぎるでしょ。いや、甘すぎる。やっぱ三拍子さんそこら中で漫才やりますから。そこら中でって言うな。いろんなところでね。でもそこら中でやってますよ。もうしつけの悪い犬みたいな。本当に最近特にですよ。本当に東京62区市町村もあったりとか、うん、昔は長崎電車漫才とかね。あれ何だったんですか。だからコロナ禍の前にそれこそやらせて、うん、電車で何かやってましたよね、うん、あれ何すか。なんか漫才できそうなスペースがあったからそうですけど、うん、ちょっとやらせてもらおうか。嘘をつけよ。そういえば当たり前のように毎月ぐらいカレー屋でやってるみたいな。カレー屋でもやってますけど、ね、ありましたね。カレー屋で単独ライブ売ってね。単独ライブはなんでお前はバカにしてるの。ずっとヘラヘラすごいやるなと思って、うん、だいたいカレー屋やりやすいんですよ本当に。いや知らないですよ、やりやすいかどうかは、うん、でも毎月やってましたね。とうとう、もううちの事務所でね、目の前でやってくれた。やりました、ここでね。いや、ついにですよ、タイタンで時事漫才できるっていうね。いやいや、タイタンライブとかなら分かりますけど、タイタン、本当のタイタン、事務所の一室でやったから好きなんです、タイタン。いつかタイタンで時事漫才を披露するっていうね。そういうタイタンライブでは時事漫才は絶対やんないんですよ。まあ、爆笑さんですね。若手のタイタンライブでも、はいはい、もう時事はやんない。ああ、そういう決めてるんですか。もうあんまり敬愛ですか。そうそうそう。なるほど。だからついに今日じゃあやられてないかも。初めてやりました。いやいや、ありがたかったですよ、目の前で、うん、ちょっと気合い入れましたもんね。聖地でねやるっていうことだから。聖地だとしてもここはただの会議室ですから。でも、もう爆笑さんとかここで練習したりは。まあでも何かでここに来ることはある。まあまあ、爆笑さんホテルで練習してるイメージがあるけど、ね、そうですね、まあ、家とかね、ご自宅とか。久保さんはカーボーイのヘビーリスナーですから、全部動きを把握してます、ね、全部把握してます。すごい好きですよね。本当にすごいんですよ。だからマネージャーさん見たってタレントさんと同じ扱いになるんですよ。テンション上げてなる。めちゃめちゃテンション上げてる。どこでテンション上げてる。はがき職人もタレントぐらいの感じだったんですよ。ピラフそうなんですよ。ルービーのって思っちゃうもんね。まあそういう流れもあって、久保さんは、うん、以前にも出ていただいたことがあって、はい、2014年シャープ133回に出てるのと、あと公開収録、第1回の公開収録にも出てる。そうだ、はい。なんか久保ピンの仕事入ってんなと思ってたもん。あの時好きだからね、一人で動いてるなあいつと思って。だから本当に僕らがこう先輩方とライブでご一緒するようになって、うん、でも最初に話しかけてきてくれたのが久保さんだったそうだと思います。本当に、はい、あの当時本当に後輩ですけど、僕と、うん、あの元エレファントジョンの森枝さんが2人聞いてて、面白かったねっつって話してた。そうだそうだ、森枝さんも出ていただきましたしね。それ仲良かったから聞いたんじゃなくて、その仲良くなる前から聞いてた。あ、でもね、喋るぐらいではなってた。うん、まあそうっすね。多分そのカーボーイの話で声かけてくださって、そうそうそう、僕らカーボーイに若手のライブの告知とかで出させてもらった回とかあって、それ聞いたよみたいな。それ聞いてかけて話しかけてくださって、ね、でも後輩のそういうのってあんまり見ないじゃないですか。
まあ、僕はあんまり後輩の見ないかな。そう、ね、そうなんでしょうね。さっきも、あの、これ映像あるのってぶち出すこと何でもしないいや、それは分かってるよ、それは。いやいや、全然いいんですよ、後輩だけは。衣装のまま出るか脱ぐかっていうね、思ったんで、ラジオだったら脱ごうかなと思って知らねえじゃねえか、うん、こっちラジオかと思ってたんだよね。だから、高倉さんは意外と初そうですね。出演、うん、でもね、お話はよくさせてもらう。ある時本当にまあエゴサーチするんですよ、めちゃくちゃね、僕も、で高倉さんでエゴサーチしたらですよ、ブチラジで高倉さんの話をしてて笑ったとか、なんかそういうのが出てきて、何このブチラジってやつから始まって、あ、あのウエストランドのやつでちょっと見てみようと思ったら、なんか小バカにしてる感じ。してない。話でね、してますね、してますよね。してます。こいつです。こいつ僕はしてない。いや、知ってますよ。二人ともしてます。小バカにしてます。小バカですよ、尊敬して、うん、本当に大好きなんですよ、うん、僕は。本当にしてます。そうなんですか。はい、こいつとかダメです。そのギースさんもバカにしてるのがバレてない。ギースさんの配信でも言われてましたから、うん、ね、ギースさんのことハープさんって呼ぶなって。ザハープじゃねえわ。こいつはひどいですよ。俺はちゃんと三拍子で言ってくれてるでしょ。ザハープちゃんと名前で呼んでますよ。カチカチ、カチカチ漫才で。おい聞こえたぞ、なんかカチカチ漫才師って。違うんですよ、その、うん、僕が高倉さんのことをカチカチ漫才師って呼んでるっていう、うん、なんか噂があったじゃないですか。噂じゃない、いや事実で、うん、でも実際言ってて、俺もねライブで言われてて、とても傷ついてるんですよ。それはカチカチ漫才やってんだ。皆さんにも言ったけど、冷静に考えてください、うん、後輩が先輩にカチカチですねって言うわけないじゃないですか。いやいや言うんですよ。いやいや、お前は言うやん、うん、じゃ言ってない。高倉さんが自分で自虐的に言ったのにちょっと乗っかったぐらいなんですよ。いや、なんでねじ曲げようとしてんの。今ねじ曲げようとしてんじゃん。無理だ。だってもういつでもだよ、あのライブ一緒になった時とかも三拍子がネタやって、次ウエストランドとかね袖にいる時に、あ、ありがとうございましたって三拍子吐けた井口が今日もカチカチです。そんなこと言うわけない。衝撃的でした。楽屋とかでもカチカチやってきたんですか。言うわけないでしょ。俺はもうバカにしてる。してます。いや、言うわけないですけど、うん、まあ、ちょっとそのなんか優しいから、うん、冗談でね、甘えというか、うん、いや、でもね、本当に僕のこと怖いってね、はい、言って最初は、最初は怖いって。で、他の後輩たちも絶対怖いって、怖いぜ、でかいし、うん、思ってたけど、そこの怖いからこういじってくれるようになった井口、いいな、可愛いなって思って。そうでしょ、うん、最初に言ったんですよ。だから嬉しかった。誰もいじってくんないのに、はい、本当に一人だけいじってくれるから、そう、ありがとうって。だから実はやっぱその、うん、こういう真面目で全部できるじゃないですか、高田さんって面白いし、うん、いろんなこと。だからそういう人こそやっぱ、ね、いじりたいというか、変じゃないですか、そんなやつの方が、うん、そうね。ただいじられ慣れてないから、今もそうだけど、返しが変なんだよ。また返しもカチカチなんだよ。あの、決まってれば決まってるほど緊張しちゃう。今やってくれてるから返さないとっていうね。頑張り屋さんだから、優しい。頑張り屋さん。これはいじってますよ。僕もだってね、いや、俺にね、俺のことカチカチなんて言ったことないよ。そうそうそう、高倉さんのおかげでっていつも言ってくれてるんだよ。実際は、それはそれはそう、頑張り屋さんで、ちゃんと思ってないんですよ。いや、カチカチって、うん、その変な意味じゃないですよ。そのすごい頑張り屋さんというか努力家で、うん、いや、もう言えば言うほど、高倉さんで努力してこう、うん、何でもできるようになるっていうので、うん、時間がかかるんですよ。うんうんうん、早生まれだから、うんうんうん、本当に、うん、それはずっと親に言われてきてる。早生まれ、量は早生まれだから。同じ学年の人よりちょっと遅いの、量は。みんな成長早いからね、うん、先に生まれてるから、早生まれだから、ちょっと成長遅いから、ゆっくり遅咲きだから。そう、それで、うん、全部努力でこうできるようになっていくっていう。俺言ったで、去年ぐらいに、うん、遅咲きにも程あるでしょ。でも漫才もやっとね、20年ぐらいやってできるようになってきたかなって思う。いやいや、それはもう素晴らしいですから、うん、本当に尊敬してます。その、うん、いや、何がおもろいんだお前。いやいや、でも昔、うん、これはちょっととある先輩にまたちょっと前に、うん、本当にお前生意気だったよなみたいな、昔、うん、確かに僕が今思い出しても、うん、2012年とかのライブでこう、うん、ご一緒させていただき出した時、うん、本当に生意気だったじゃないですか。生意気とは全然思わなかったよ。いや、久保さんだけ本当優しかった。遠慮がないと思う。そうそう、久保さんは優しかったけど、めちゃくちゃなんか言ってたし、こんなやつらに負けるわけねえだろみたいな、僕とか小宮さんとか、なんかそういうなんか気概でやってたから、うん、分かる分かる、なんか舐めんなよみたいな感じで、いろいろ偉そうにしてていたよなって言われて、いや本当に腹立ちますよね今あいつ見たら、僕めちゃくちゃ腹立ちますよみたいな言ってたら、あの
ずるくないって言われて、その今同じスタンスでお前も切れてるけどこっちはやられてんだからダメだよそれはみたいな、ずっと罪って消えないからやられたことはもうね覚えてもね。いやでも今でこそこうだけど、本当に入りたて三拍子もデビュー当時は本当にグイグイ久保が結構先輩に対してね、だから、うん、そういうもんだと思って、そうだから井口に対しても全然受け入れてたんじゃないかな。いや一回本当にすげえ怒られて、僕が、うん、お前喋んなよみたいな先輩に、うん、あったさすがにやりすぎてマジギレ、結構マジギレに近い感じで、うん、もうお前喋んなって言われて、うん、おーって言ったら久保さん来て、喋れよ、絶対喋れよ。いやもちろんそのつもりですよ。お前に言われても、いや本当に名前聞いてるから、あんなダメだよあんなことしちゃう、揉めさせようとして、いやでも久保さんは許してくれた、僕が何やってても。俺もだって昔すごい言われたんだもん、だから多分偉い先輩にすげえ失礼なことやって、うん、すげえ説教されて、俺クリスマスに号泣してたんだ、うん、説教されすぎて、若い久保がね、その帰りにカニ君竹山さんに、うん、お前何泣いてんだ、ぶん殴ればよかったんだよって言われて、そのマインドがあるからか、僕にも優しくしてくれて、ガンガンいけんだよ、あんなもん、うん、だから多分ブチラジにもこう早めに出ていただいたりとか、そうですね、お呼びさせてもらって、ね、で高倉さんはやっぱ最初はちょっとこう距離ありましたけど、徐々にライブには出ていただいたりして、ね、うん、そうそうそう、ちょっと通信とか、はいはい、僕のライブになんかあのベロベロできて、うん、深夜3時ぐらいの出番だったから、もうそれまで近くの知り合いのバーでベロベロに酔っ払っていて、だからもうその時の記憶が本当にないんで何を喋ったのか、ただ悪いことしたなぁと思って、次のライブでごめんねって言ったんだけど、やばかったでしょ、すごい迷惑でした、うん、ごめんなさい、ここでも言ってましたけどね、うん、あ、言ってたんだ、ここ、はい、酔えば酔うほどつまんなくなった逆推薦いやでもまあここにも書いてあるんですけど、昔確かに高倉さんの話をここでしてるのを、そのエゴサーチで知ってか、そうそうそう、ことあるごとに高倉さんが、おいこれブチ出しで言うなよみたいな、ちょっとミスした時とかに言ってたんですけど、うん、だんだん何でもないことでもちょっとなんか衣装をポロッとなんか落としちゃった、うん、お前これブチ出しで言うなよって言わないんで、そんな話はやめてくれよいやそういうぐらいからね、うん、でもちょっと見るようになったんですよ、それで自分の話されてる回だけはこう見るようになって、うん、YouTube でなんかそういう後輩たちとやったりもされてましたもんね、その、うん、トークやられたみたいな、あートーク番組、それもブチラジで、ああやって2人一生懸命こう喋ってるからトークがうまいんだな、うん、じゃあトークの配信を YouTube でやってみようってブチラジ目指して始めたりもしてた。だからこれなんですよ、高倉さん本当に何でも吸収して全部その実行していくじゃないですか、うん、歌もやるし、うん、なんか水着でやってましたよね、水着でね、うん、バカにしてんだしてないっすよ、あれはまあバカにしていいっすよ、まあ、ふざけてやってるからあれは、いやだから本当にすごい、うん、みんな後輩は尊敬してますよ、やっぱその三拍子さんとか、うん、もうことあるごとに尊敬ってつければ大丈夫みたいなさ、ものまね芸人さんと一緒のパターンで、うん、最後は好きですみたいなね、言通用しないぞ、もうそんな悪口言ったらいやいや本当に好きだからこそですよ、うん、そうなの、はいはい、だから来ていただいてますし、まあ、漫才もね、うん、ちょっとあの救急車になったらありますよここでやってる以上は、ね、確かにね、うん、ここでやってる以上はそうなんですけど、うん、まあ、せっかくなんでいろいろ質問も来てするんで、ちょっとじゃあタイトルコールを一緒にいいですか、はい、それではそろそろ行きましょう、うん、ウエストランドのブチラジ、ありがとうございます、嬉しい、嬉しい、今日は幸せって言ってね、いいよね、何を呼べばいいね、幸せって言ってね、そこだけ言うとちょっととんでもない、憎いじゃないですか、ありがたいです、すごいよね、特別企画今回ありますので行きましょうか、おい教えて三拍子さん、よっということで、三拍子さん宛に届いた様々な質問やお便りを紹介していきます。あ、嬉しい、ちょっとお二人に答えていただきたいし、嬉しいな、はい、ブチラジネーム有限会社、ありがとうございます、うん、これを名前にするって何なんで、井口さん、河本さん、高倉さん、久保さん、こんばんは、こんばんは、僕は三拍子さんをザ・漫才2014の決勝で知りました、ありがとうございます、そこで質問なのですが、はい、ザ・漫才決勝の舞台以上に緊張した経験はありますか、確かに、また好きなおでんの具を教えてください、関係ねえだろそれは一つ目の質問から答えさせて、二つ目は答えない、いいです、いいです、カチカチ、私がカチカチって言いましたよ、俺のボケ捕まえる、あのカチカチのボケに対して言いましたよじゃあもうずっとカチカチだよ、俺はもう一生カチカチでいくよ、歩数計かなと思ったけど、うん、ないカチカチって聞こえたから、なんだろうってボケた数を数えてくれてるから、いやいやカチカチ、いやでも確かにザ・漫才の決勝に行かれてます、ザ・漫才の決勝はね
あの緊張されたことはありますかっていう質問でしたけど緊張しなかったです。お、本当ですか。全くしなかったな。だって敗者復活からだから。そうですよね、うん、でまあね、いきなり行ってもうやれみたいな。本当に僕らも、うん、あのワイルドカードザ・漫才残らせてもらったことありますけど、うん、マジで時間ないんですよね。猛ダッシュで行ってすぐ寝たみたいな感じらしいですね。うそうだね。まあその後終わった後には緊張したかもって思ったりとか。でも完璧な出来でしたもんね。完璧でした。でももうやってる途中はこれ優勝したっていう脳みそでやってた。おお、本当すごい。うわ、ウケてるーっていう。うん、いやめっちゃウケてました、うん。だから緊張の感じもなかったね、やってる時。いい感じだから高倉のボケにすげえ怒った感じで、うん、何言ってんだよって言ってたんだけど、うん、そのネタやる前に大喧嘩してるの。実際あれね、あの日にですか、うん、あの日に敗者復活で行ってわーって受けて、うん、まあ結局負けてんだけどちょっといい感じでこうね、ザ・漫才出させてもらったんだけど、はい、裏ではね、ほんとバチバチだった。なんでですか、珍しいですね、うん、ネタをもう敗者復活から上がったらこれをやろうって決めてた、うん、クイズのクイズの漫才なんですよ。でもやっぱ同じようなやつがあるからそれをやろうと、はい、1本目で受けたらそのままそれでやろうって決めてたら、当日に時事やろうって言いました。時事漫才を上がったら時事やろうって言いました。2本目は時事やろう、はい、俺本当にプチーってなっちゃって、はい、もうネタこれからやるかもっていう相方に胸ぐらつかんでてめえ殺すぞこれ。うわ怖っそう、それもちょっとそんな怖い人だったの、うん、危ねえ。違う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 、本当にそれこそそこまでなることはあるあるだろ。だって本当にこれでもしかしたら優勝したらなんか仕事が来るかもって、ぐわーってなってたから本当に怒っちゃって、うん、まさにネタとか考えてなかった。それ逆に何なんですか、うん、そのじゃあ時事ネタ2本目しようって思ったの。まあ若かったら2人とも、まあ、若いし、じゃあもう当日ね本当に真剣にこれで売れようみたいなことを本当に考えてたら、うん、もう事前にそんな話し合いもするし、うんうんうん、多分ねそんなにで、あれで行こうってライブで受けて一、うんうん、つのクイズネタを仕上げてたんですよ、はいはい、で、2個作ろうと思ってたんだけど、はい、1個いいやつ、まあ、ぶつ切りでもいけるから、はい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 、受けるやつを全部持ってきたんですよ。自分の作った1個にね。だから僕の中ではもうない、こっちはもうない、スッカスカのやつしかない、はい、で、じゃあ、敗者復活当日合わせよう、はいはい、みたいな感じの中で、まあ2個クイズでいこうかぐらいの軽い感じで喋ってて、いや軽い感じじゃない、うん、俺未だに覚えてるタクシーの中で、お前絶対これ2本目これでこれでこうで、うん、余ったやつもいいから、はい、とにかくその1本目の勢いでバッてやって、まあそういう戦い方ね、分かったっつって言って、本当に冷めたテンション、うん、2本目あの時事やろうと思ってる、うん、だから本当に切れちゃう。だからもうこれはもう解釈の違いです。もう、うん、そこまでの熱い感じではなかった。あったかく。いや、行くだろうなとは思ってたけど、うん、もう一本どうしようばっかり考えてて、考えてる方は考えてる時間長いでしょ。うん、そう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 だ、そうそう。だからいろいろ考えちゃって。だから結局考えることが多いから、最初から決めたものをバッて持ってきたかった。うんはいはいはい、熱量で、はいはい、ただその直前にやったサンミュージックの事務所ライブで時事漫才をやって、その2014年の集大成の時事漫才盛り込んだやつでめちゃくちゃ受けたから、はい、あの感じでもうもし2本目いけたらぶち込んでやろうぐらい、まあそういうことですよね、しかもその時のこと言えるし、そう、うん、でもう結構際どいことも言おうかなぐらいの感じで、そう思うだろ、想像して、お前ら知ってるだろ、うん、カチカチ君だと思うんだよ本番練習してやつやったのがカチカチ君になるんだから、まあまあ、その心配もありますね、相方としてはね、うんうん、でもやってやろう、でもう決勝行って次選挙特番っていうのがあって、はい、優勝した人はその選挙とか特番の最初で漫才やるっていう話を聞いてたから、選挙特番の漫才も作ってたの、すごっ、うん、優勝者用のそれはクイズの漫才なんだけど、うんうんうん、もうそこまでもう全部いろいろ考えて、で、2本目時事漫才やろうと思ってるっつったら胸ぐらつかまれて殺すぞ結局違う、話をいろんなことをね、うん、考えてるように見えるじゃない、うん、でネタは考えてる、はいはい、他が全く分かってない人、だからその場合、ね、ある日突然、はい、ただ、ね、舞台上で、うん、久保今度ドラマ出るんだろうって言われて、はい、情報解禁の前だった、おい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 、何それみたいな、いやいやスケジュール書いてあるだろうあれだから情報解禁、うん、ほらねって言ったら情報解禁って何分からない、カチカチというかもうバカじゃないですか
いやでも知らないものは知らないからそれをうなおるのよ怖いのよ。知らないものは知らないからそこから言ってないからね。でもまあ、うん、いいバランスじゃないですか。そのネタ考えるのとそのちゃんとこう軸をねやってくれる、こっちは全部僕ですもん。ネタも書かないし何も見えてもないんだからこいつは。逆にそっちの方がいい。ただまあ文句も言いませんけどね、うん、文句もたまに言うんですよ。実はなんか文句言わないっていう美談みたいにしてたけど、よく考えたら言うんですよで言ってる毎回違うんですよ。結構抗うんですよ。その時々そのこうやって変えようみたいな、うん、それはもう嫌じゃんみたいな、うん、言うけど、そこは結局一番受けて何もなかったように受けて受けていやでもそれが一番いいよ。受けたら手柄にするよね。そうですぶっちぎ決まってんの日本。決まってないっすね。いや早めに決めといた方がいい。決めといた方がいい。喧嘩になるから河本胸ぐらつかんでくるぞ。いや そんな権利はないですよ、うん、こいつには。時事ネタやるって言ったら切れられるぞ。いや時事ネタやんないの大丈夫です。でもまあまあある程度はこういう感じでとかなると思いますけど。いや結果だってそれでまあね敗者復活して、はいはい、やったってなってもうじゃあ行けってなったけど、その間うん、一言も喋ってなくて、でもうマネージャーが間入ってきて、うん、いやもういいからもう忘れて一本のことだけ考えろって言われて、うん、でもしあそこで勝ってたら何のネタ合わせもしてない、2本目ゼロだったから、僕が一言目時事ネタから入ればもうやるしかないぐらい。師匠のもし勝ってたらめちゃくちゃ怖かった。あの時もし勝ってたら何やってたんだろうっていう。かまあ営業ネタみたいなのやる。大きなお父さん動かないってやつをやる。いいっすよ、うん、営業でみんなに受けるやつやんなくて殺されますよ。なんでこいつ営業ネタやってるの。僕のこと知ってる知らないし。なんで2本目でそれやりだすの、うん、あいつら1個しかなかったんだ。あじゃあこれこの人の緊張っていうよりじゃあザ・漫才はそんななんだったんですね。逆にそうそうそう、他にじゃあこれが緊張したっていうのはあるんですか。まあ最初の頃はすごい緊張してたり、まあまあ、オンエアバトルとかね、まあ、出た時にね、そうですね、それじゃあれだってその負けるとオンエアされないですからね。それは結構確かに緊張します、ね、やっぱり大舞台ですよね、うん、演芸グランドスラムね。ああれ2018年選んでいただいて、だって芸人1000人アンケートで、うん、売れてないけど面白い芸人ランキングで1位、はいはい、これはみんな入れますよ。やっぱこのストイックな姿勢を見てますから後輩が選ぶやつだった。それはもう今思ったらバカにして入れちゃう。そんなわけないでしょ、うんあいつら入れたらもうどうせ本番でカチカチになるからカチカチ男笑おうか。それが面白いんだよ。そんなわけないです。カチカチが面白いから言う。カチカチが面白いからないでしょ。じゃあそうかそうか、うん、あの時は緊張した一応。じゃあ、うん、ちなみにそのおでん好きなおでんの具いいわ。いや答え一応その聞きたがってるのは、うん、おでん自体があんまり好きじゃない。ごめんけど、ごめんごめん、うん、マジで、おでん自体先頭バッターがいきなりバット持ってなかったの。ごめんごめんごめん、おでん自体。いやいや、どれかはあるでしょ、おでん、うん、まあ、買うんだったら大根かな。あ、うまいね。ヘルシーだから、うん、ヘルシーだから、ヘルシーだから、他ヘルシーじゃないもん。まあ、高倉さんとの味噌キャラもありますもんね。はいはいはい、毎日味噌、うん、毎日味噌、うん、毎日味噌やってる。その味噌ソムリエ、吸収しすぎたら毎日やること増えすぎて大変になりますよ、うん、だからもうちょっとずつ捨ててる。あ、捨ててんすか。あ、やめてる。味噌とかカレーもありましたでしょ、うん、カレー知ってんの珍しいわ。カレーだ。カレーの時期あったんですよ。それ知らないっすね。え、ラーメンの時期もあったんだよ。一番最初はラーメンぐらいだよね、うん、高倉さんラーメンすげえ毎日ねこう食べてこれこうって言って、うん、高倉ラーメン詳しいからって先輩が電話してここにいるんだけど、なんかうまいのないって言ったら、うん、普通にラーメンウォーカーを開いたんだ。ですね、そんな全部知ってるわけがない。なぜかラーメンキャラになってみんなから連絡したりとか。それでやめたんすか。うん、でも太るからやめたんですよ。そうそう、で、立ち食いそば屋。あ、そば、そば、そば、うん、で、コラムとかも書かせてもらったけど、ね、でも太るからやめたんですよ。立ち食いそば太るんだ。そば、立ち食いそばは太るんですよ。やっぱり野菜ないし、まあ、天ぷらとかだから、まあ、そうだし、まあ、で、太ってしまうから、うん、そして味噌になって捨てまして、はい、立ち食いそば捨てて、はい、で味噌を今味噌っすか。味噌ソムリエ味噌長いっすね。もしかしたらもう 2,3 年だったら味噌も捨ててる可能性が、うん、味噌はもう健康にいいから捨てる。味噌汁、味噌のすごさ、うん、僕すごい楽屋で話されて、僕は結構味噌汁食うようにしてます。そうだよね、体にいいし、癌にもね、なりにくいし。そうそうそう、今度また今度聞きます。もうまた今度って終わる。いや、また今度聞きます。たっぷり喋るさせ。いやいやいや、何言ってたんすか。いや、大丈夫です。ちょっと味噌が足りない。じゃあ、久保さんはどうですか、おでんは。
おでん聞くの俺A だマジかよもう A だ好きでしょ絶対おでん。いやおでん好きよ。餅巾着餅巾着餅巾着だよ。おでんくんに似てるから、ね、あれがおでんくん。確かにそうちょっとなんだおでんくんだからまだ来てますからね。行きましょう、はい、うちらじネームサランラップ、ありがとうございます。三拍子さんこんにちは。こんにちは。久保さんといえば大の甲本さんひいきで有名ですが、はい、今でもまだ甲本さんへの愛はありますか。ありますよ。ひいきというかお目付け役ですからね。僕も初めて甲本さんを見た時はポンコツ具合がたまらなく愛おしかったのですが、うんうんうん、最近ではさすがにこの年でポンコツではと愛想がつきかけています。みんな今M1 の会見で全員愛想つかしましたから、ね、あれでみんな離れましたから、ね、分かるよ。甲本さんを嫌いになりたくないのです、うん、このクソポンコツを愛し続けるコツを教えてください。あ、コツなんすか、うんうん、あるある。人ってさ、はい、安心がやっぱ欲しいじゃない、どっかね、はいはいはい、特に女性なんていうのは安定とか安心っていうのが好きじゃない、はいはいはい、でも結局男性も安心安定好きなわけ、はい、甲本といると、はい、あ、まだマシだって思う。まあそうか。俺さ、びっくりしたのがさ、一回な、甲本が、知らんけど、言ってるかどうかわからないけど、はい、離婚するかもしれない。まあありましたね。で、向こうの親御さんに言いに行くっていう時があって、はいはいはい、ギャグじゃなくて本当に言ったの、はい、嘘つくな、はいはい、僕はものすごいお笑いが好きだと、うん、でこれに命かけ、どんなことしてもその子供と嫁さん食べさせるから続けさせてくれってその熱意を伝えてこいっつって、うん、で久保さんすごいアドバイスしてくださってましたよね。で向こうの親御さんやめなさいって言ってたんだよね。そうですそうです、うん、もうやめたらどうだいっていう話をしてたから、いや熱意伝えて親を絶対動かしてこいっつって、うんうん、でそこに熱意でぶつかってこいっつって、はいはい、あっつってバッて、はい、で帰ってどうだったんですか。もうちょいでやめるって嘘ついてました。最低だなと思って。いや、そこで嫌いになるでしょ、だからもう普通は。いや、まあまあ、でも人事だからじゃない。まあまあ自分事でしょ、井口とかそうなんファンの皆さんは。そこではそんな時に、うん、人事だから人事めちゃくちゃ面白い、うん、自分事だったよね、相方だったら絶対。俺、お前の結婚も嫌だったよ。うわうわぁ俺は結婚嫌だったか。いや、そうそう、僕はそう言ってた、人事だから俺はいいんだ。確かに、でも優しくしてくれてね、うん、いつも、ね、相談だって、芸人しか無理だもん。まあそうですね、だからこれからも久保さんお願いしますよ。いや、お目付けは久保さんのせいでダメに。お目付けはできないよ、うん、いやいや、久保さんしかもういないんですよ。久保が甘やかすから。俺は久保さんが甘やかしてる節はある。久保が言って言うからいいんだっていう。あとやっぱ、僕らよりこの上の先輩方が、うん、そのコロナ前とか打ち上げとか行くとき、うん、僕とかはちょっとこのなんかお笑いについてあいつ行ってきそうでやだみたいなので、うん、飲みに全然誘ってくれなくて、うん、何にも考えてないやつばっかり行くみたいな、うん、あったじゃないですか。確かに甲本はよくいた気がする。そうなんですよ。打ち上げとかで、もう絶対行ってましたから打ち上げは、うん、別に僕だってね全然誘ってほしいのに、お前怖えんだもんだって。そんなことねえわ。あとでも芸人はもう喋りたいんだよ打ち上げで、はいはいはい、で井口連れてきたら自分が喋れなくなっちゃうから、喋、うん、ってくださいよ。ストレス発散のために飲みに行くのに。まあそうかそうか、ストレス溜まっちゃうんだもん。たまにね、うん、連れやっと連れてもらったと思ったら志郎さんと高倉さん喧嘩するし、そのめったにしない2人なんで、わけわかんない理由で喧嘩して、2人とも酔ってるから覚えてもねえし、うん、こっちだけ気使って、うん、ああなるほどね。あ、まあでもこういうもそこだってホッとできるって思えば、そ う, そ う, そ う, そうやっぱね、そう可愛いなって思える。ただだからこの間の会見でも大失敗したんで、うん、そっから喋んない練習をもうしないと本番で 今ライブで喋んないようにしてるんですよ。ファンの方からコメントで河本に喋らせんなみたいな、スーパーチャットで送られてきたんだよ。まあネタやった後にね、ちょっと喋る時間あるから、ね、あそこ結構大事じゃないですか。あれでニューヨークはね、去年行ったりとか、そう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 、あれはすごかったっす、ね、それを見たいのよね。まあね、河本の変なやつをがバッチンってハマったら、うん、優勝できる。いや、あそこ別にポイント関係ないから関係ないいや、だから喋んない練習してて、うん、初めてライブあって、確かに喋んない練習してからあんまり喋んなかったんですよ、うんうん、あのウエストランドおめでとうみたいな時も、うん、次のライブでもう忘れちゃって、喋る喋る僕のエピソードトーク中に全然関係ない。あの後輩ばっかりのライブだからやっぱ気が大きくなっちゃう、ね、楽しくなっちゃってね。あとやっぱその綺麗な女性がいたらすごい喋るっていうのがあるんで、いい格好しいな。それがいい格好なのかっていうのがいい格好だと。いや、でもあれもう分かってるんですけどね、頭ではね、うん、すごい僕のことをいじってくるんですよ。分かりやすいな、こいつね、すげえダメなんですよみたいなのを急に始めるんですよ。いいよね。まあちょっとじゃあこれは久保さんのアドバイスを皆さんも聞いて、ぜひね、あの安心できるということですね。安心できる。うん、
ブチラジネームハシムアルフレッド、ありがとうございます。高倉さん、久保さん、井口さん、河本さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。コラボ会とても楽しみにしていました。お二組はオンバトから最近の劇場等でもよくご一緒されていて、はい、リクライブでは結構お二組が一緒のことが多いんです、うん、それはさておき、両高倉さん、はい、音楽活動されている時のあの水着はどのように買いに行き、どんなところにこだわっているのでしょうか。そんな質問かよ。また今後売れるウエストランドの二人に見繕うとしたらどんなのがいいですか。着ないよ僕ら水着の、ね、僕ら水着着ないから。僕はね、両高倉として音楽活動も2年前ぐらいから力入れ て、ね、でその最初に出したミュージックビデオ、はい、YouTube チャンネル作って、でそれが、ビーチクイーンという歌で、うん、砂浜でビギに来て歌ってるっていう、あれはすごい、うん、最高ですよ。ちょうどね、M1 出られなくなった後にちょっと ね、お笑い頑張ろうと思って、でやった初めてのことがあれですね。ざわつきましたよね、立ち狂ったこと、今まで正統派漫才してね。そうですよ、で出れなくなって、うわもう出れないわって、もしかしたら腐る人もいるかもしれない、うん、高倉さんだけは、いや俺はまだまだチャレンジしていくんだって、うん、熱いなと思って見たらもうビキニで踊ってたこれだったのかよ、熱すぎて脱いちゃった。いやただ本当に漫才、M1 なかったから我々が始めた時に、うん、M1 グランプリ、あ、それをあのブログに書かれてましたよね、うん、そう、あの、うん、初心を思い出そうだ、そう、そうだそうだ、うん、初心を思い出して、ちょっとあ、僕は漫才、4分の漫才を考えるためだけにお笑い芸人になったんじゃないんだ、うん、ちゃんともっと世界を見て面白いことやりたいから始めたんだと思って、うん、ビギに来ておかしいですよ、うん、歌を歌う、世界に通用する、世界に通用するから、あれは散々熱い思いでブログ書いてやって、うん、何やるんだろうと思ったら次見たらビギにだったんで、いい加減にしてくれって思いましたよ、うん、いやでもね、あれ、音楽のエンジニアが高校の同級生だったり、あの映像を撮ってくれた映画監督が高校の同級生だから、もう仲間のその高校時代遊んでた感じでちょっと撮ろうかってなって、あれやったからもうすっごい楽しい、クオリティ高いですよね、あれ、うん、クオリティが高いんだよ。水着はちなみにどこに、あれはね、通販、まあ、通販か、うん、実際ね、買いに行ったらちょっと本当にまあそうやばいっす、やばいっていうか、そういう状況がない、ね、うん、ビジネス変態だから、うん、カチカチ変態ですから、ね、カチカチ変態関係ないよ、カチカチ変態は意味が変わってくるちょっと触ってもいいかなカチカチ変態はおかしいよちょっとぜひ皆さん、もし見たことない方いたら見てください、うん、ぜひね。ただあとその1個この人に言ってきますけど、うん、あのお二組は、うん、オンバトから最近の劇場でもよくご一緒されて、ね、オンバトご一緒してないから、してない、時代違うから全然、俺戦わなかった、戦ってないっすよ、戦ったことない、いやでも坂口さんも全然違うじゃない、5番6番じゃないですよ、5番6番じゃないよ、5番6番じゃない、樋口さんじゃない、樋口ですから、あーあー、樋じゃない、5番6番さんの時代一緒だったから僕ら違いますから、オンバトプラスですから僕らでした、はいはい、そうか、プラスか、そうそうそう、だってまあレジェンドではね、あもうレジェンド、レジェンド、オンバとヒーローズってワンコーナー、ミニコーナーに出た時あったもん、そう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 、その時に一緒になってるかもしれないですけどね、うん、それは言っとかないと間違えられちゃうんで、まだありますか、まだありますよ、行きましょう、読みますか、はい、もちろん読みましょう、ブチラジ、ブチラジネーム万拍子三拍子さん、千拍子さん、こんばんは。うん、前も言ったかもしれないですけど、コンビ僕ら組んでた時、芸名コンビ名つけようって時に、うん、こいつが千拍子がいいんじゃないって言って、三拍子さん出てるんですよ、テレビで、好きだったんですよ、あやかってみたいな、あやかりすぎだろ好きですね、無理ですよね、千拍子、面白、はい、マジで言ってました、マジで言ってました、マジでやばいですよ、本当に、うん、何もだから決めてないですよ、その、うん、コンビのどっちかが何かを決めるって言われるあれじゃないですか、そんな顔すんな、うん、隠れるのがマウスシーなんか、東京に行くタイミングを相方、うん、ネタ書いてない方が決めるとか、うん、ネタ選びは相方が決めるとか、なんかあるじゃないですか、うん、何一つ決めてないんだよ、今までそうね、危なく千拍子になるってことです出し合ったんだね、こどんな方がいい、まあ言ったら千拍子だったり、うん、それだけやるっていうので変わりました、はい、三拍子さんは東京アナウンス学院のお笑いタレント科卒業だとお聞きした記憶があるのですが、はい、うん、お笑いタレント科ってどんなことをするのでしょうか、今でも役立っていることはありますか、うん、真面目な質問で、でも気になりますね、本当だね、急にどうしたって感じ、うん、いやもしかしたら目指してるのかもしれないですよ、おお、まあ240万かかるんですよ今はどうか分かんないですけど、専門学校で、学校ですからね、うん、学校で2年間で240万で、僕は北海道で、で東京に出るっ
ていうのがまず一つハードルが高いし、でテレビでダウンタウンさんとか吉本のことを悪く言って笑いを取るという、はい、当時特にね、うん、ことを結構やってたから吉本怖えな、はい、NSC とかすごい怖いし、はいはい、はまあ、お笑い芸人やりたいけどみたいな感じで、あ、じゃあなんか専門学校の行ったら芸人につながってる、当時の U ターンさんとかボキャブラ店とか出てるから、あ、じゃあここに行こうかと思って、で、まあ、書類というか書いたらもう、ね、合格ですってなって、でいざ最初の授業を受けに行ったら、最初に来た先生が、お前らこのアナウンス学院入ってる時点でセンスないから。そうなの？そんなこと言われる。でも今思えば、まあまあまあ、その気持ちもわからんでもないと。お金高い、お金払って専門学校でお笑いやりますって言ってる人ってなんかハングリー精神もちょっと少ないしとかね、うん、その気持ちもわかるけど、ちょっとショックだった、まあそうっすね、親がせっかく240万払ってくれたお金を、そこで何を教わるんですか、ちなみに。まあいろんな先生たちが来て、まあ竹市場とかを作った竹さんと一緒にやった桂さん、桂プロデューサーっていう人が来てちょっと授業したりとか、浅井企画のチーフマネージャーが来て授業して、うん、その人の授業はもう加藤さんね、加藤さん、あはい、今日何やりたいみたいな感じで、何やりたいってなんすかって、なんでもいいよ今日はみたいな、うん、あ、じゃあお菓子食べたいです、よしお菓子買いに行こうっつって、コンビニでみんなでお菓子買いに行ってただ食べるっていう、斬新、これすごい、これが芸能界かみたいな感じで言ってたんだけど、恐ろしいくらいのぼったくりだよ、うん、手抜きだよね今思うと、ね、ただの手抜き、何にも考えてきてるだけですよ、うん、いや当時カリキュラムとかないんだから、うん、当時からしたらすごい先生っていうか、まあまあまあ、もうかあとは太田プロのね、荻野さんっていう、あ、荻野さん、荻野さん、鶴太郎さん、すごい方が来ての講義はいいですけど、うん、ネタ見せとかもやって、ああそういうのもやっちゃう、あとはそれがまあ必修、お笑い科の必修でそういうネタ見せとかあったりして、だけど選択科目はいろいろあったよね、おっとどこ、うん、と僕は映画鑑賞っつって2時間映画を見るっていうめちゃくちゃやべえ、なんだそれあとはラジオっていうのもあって、はいはい、でラジオの勉強、じゃあ一人喋り、じゃあラジオのやつ、それでもちゃんとしたやつとか、あとは、まあ、オペレッタって言って、はい、オペラの授業、はい、はあとか、でもなんか今の芸風にもちょっとつながってんじゃないですか、うんうん、いやもうつまんないから1回でやめたやめたんだそれが今につながってるではないですね、つながってはいなかったね、ファントマイムとか、このなんか俺コットとか撮ってたの、へー、そういうのもあって、要はそうそう、役者さんになりたい人もいるし声優さんになりたい人もいるから、そういう授業があるの、選択で、はいはいはい、で何個撮ってもいいですよみたいな感じなんだけどさ、はいはい、特に役に立ってるっていう記憶はないよね。いや一個も立たないよあれ。でも立て大河ドラマ。大河ドラマ出られて。大河ドラマで立てやった記憶ねえし。確かに。やってなかったっすか。戦ってなかったっすか。いやだって俺元元相撲取り役だから。刀持ってねえ。そうか。香川照之さんをドーンってついただけだから。やっぱり、ね、芸人はあんまりこうね、うん、役に立つというか、でも、まあ、やっぱりネタ見せとかの、ネタ見せ、週に1回ネタ見せがあるわけ、そうそうそう、ネタ見せの前にネタ見せがもう1回ある、うん、で水曜日が何かにあって、うん、金曜日に要は外部の作家さんであったりとか、うん、マネージャーさんが来てくれてダメ出しをするみたいなのがあって、うん、そのためのネタ見せもあったりするから、うん、その感覚だけの練習にはなって、そこの芸人はね、他の演技家とかもあるから、演技家とかの人はオペラとかね、いろいろ役に立ってるかもしれない、まあ、しかもそこで組んでるわけですからね、そもそも、まあそうですね、うん、そこの意味があります、ね、先輩後輩だからね、あ、そうかそうか、そう、うん、どうやって組んだんですか、僕がまあ1個上で、はい、で2分の2ってコンビをやってたんですよ当時、はいはい、うん、でその相方の星くんっていう人とやってたんだけど、はい、で M2 カンパニーって今でいうホリプロコムの前身、スピードワゴンさん、バナナマンさんがいたとこに、はいはいはい、三拍子、あ、抜群さんね、はいはい、うん、三拍子そういう感じで言うから余計になる、何がよ、何がよ、抜群さんね、抜群さんいたよね、抜群さんもいた、忘れたことが強調されちゃうの、うん、その言うことによりで3秒、あ、3秒じゃない、2分の2来ないかって言われて、でもう初めてネタ見せ行って、ね、でその帰りぐらいにその相方の星くんはちょっとお笑いやめたい、大丈夫だ、良くは大丈夫だと思うからみたいな感じで、あ、そうなんだって言って一人になった、はい、で僕の同期の学年の人はもう全員コンビ組んでるから、2年生だから、で誰かとやるっていうこともできないから、はい、じゃあどうしようかって1年生で入ってきて、まだコンビ組めてない人、8月ぐらいだったから、はい、で誰かって言って、でその
アナウンス学院の先生が、こいつと、うん、もう一人、うん、どっちかから選んだらどうみたいな感じで言われて、じゃあなんか真面目そうだからこっちにしようかなって言って選んだ、はい、そんな感じなんですね。じゃあ久保さんも選ばれただけって言ってた。そうよ、うん、2分の2は結構良かったのよ。そんなだってすぐ事務所決まるって、その学年ではトップで、うん、だから高倉にこう当てがってくれるっていう感じで先生は選んでくれた。信頼されてたんですよ、高倉さん。だから久保の気持ちは分かんない。そ, そうですね、うん、急に先輩から先輩と組めってなったわけ、うん、2分の2と組めってね、うん、そう。でも俺は夏休み謳歌してたから、うん、いやそうよ、だってもうだってめちゃくちゃ楽しいのよ、はい、さっきも言ったけど演技家とか声優家の方とかいるんだけど、はいはい、卒業生って皆さん聞いたことないじゃないですか。東京アナウンス学院で卒業生ですってあんまりないじゃないですか。分かんないですけど、ほぼ大成しないんですよ。そんなことない。分かんない。本当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 分かんないけど、本当、いや中には真面目にやってる方もいるけど言ってない人もいる。ほとんど大成しないわけよ。そうなんすか。そうなるともう学生を謳歌してるからめちゃくちゃ楽しいのよ。まあしかも地元東京ですね。東京そうですよね。そんな、なんか結構やんちゃな人が多かったよね、そっちの学年。多かった、うん、ちょっと怖かったもん。僕の学年はお笑いマニアみたいな感じの人ばっかりだったんだけど、もうこっちはヤンキーチックな感じ。ファッションとしてお笑いをやってる感じ。絶対今のフォルムも違いますよね。元祖イグジットみたいな。そんなんではないけど。でも B 系の格好はしてた、ね、あ、でも、まあ、おしゃれですもんね、久保さん。うん、でもそれでもなんかこう野球部やってたから、うん、もう挨拶とかもちゃんとしてたし、礼儀はちゃんと、うん、真面目な感じするなっていうのでこっちで、もう一人の人は面白そうだった、はあはあ、うん、バカ、はあはあ、うん、でも面白いより真面目の方が長く続くかな。おお、たら本当に真面目に、そうですね、長く続いてるから、うん、長くやってる、運命ですよね、それは、うん、長く続きすぎちゃってる。いや、そんなことはいいことですからね。真面目にやってたら大きくなっちゃった。こんぐらいにしておきましょうかね。それお前。いや、たくさん皆さんから急遽だったんですけど、たくさん質問来たんで本当に急遽ありがとうございます。なかったんですけど、これぐらいにしておきましょう。以上、教えて三拍子さんでした、うん、ということでエンディングでございます。私たちは YouTube と Podcast と audiobook.jp の企業大プランで配信しております。三拍子さん、告知とかありますか。ですね、12月13日、はい、これは放送は配信はいつですかね。今週の木曜日。あ、木曜日。あ、じゃあ大丈夫です。はい、12月13日、三拍子単独ライブやります。はい、万密2020という、うん、タイトルでございます。オンライン配信します。今会場はね、ちょっと、客席減らしても完売してるんですが、オンライン配信自宅から見れます。うん、三拍子高倉のツイッター。久保のツイッターから買えるようになってるので、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、そして、YouTube チャンネルありますので、うん、ぜひお願いします。これは概要欄にもね貼っておきますので、ありがとうございます。チャンネル登録してないという方いたらチャンネル登録していただいて、はい、三拍子さん目当てで見てる方はこのブチラジも、うん、ぜひチャンネル登録ぜひぜひお願いします。思っております。我々からとしましては、今週の金曜日にタイタンライブ、はい、タイタンシネマライブがありますので、詳しくはタイタンのホームページを見てください。よろしくお願いします。ということで、うん、ちょっとコラボ会で本当にバタバタでしたけど、ありがとうございました。ありがとうございました。長いことまたやりましょう。なんかね、いや頼むよ。いや、こちらこそですよ。言ったね、こちらこそですよ。だから頼むよ、ね、優勝しすぎると会えないから、うん、3位。いや、大丈夫です。会えます。会えます。会えますか。会えますから。いやいや、もう、うん、こちらいや、マジ頑張って優勝してほしい、うん、いや、ちょっと、うん、まあ、あの20日に円満もありますんで、そこからぜひ皆さんよろしくお願いします。頑張れ、ウエストランド。これなんですよ、さっきの頑張れ、ウエストランド。急に言い出したな。生マンで、ちょっと波紋を呼んだ最後の、最後これ、それ何なんでしたっけ。バックウスランドのサンプラザさんが頑張れサルカン席って言ってたピッチハイクの旅の時の、応援してた時のマネ。誰がそれ一発で分かるんですか。頑張れウエストランド。分かるわけないじゃないですか。僕が、いえ、それサンプラザさんのやつってならないでしょ。いくちなら突っ込んでくれると思ったんだけど、急にさっきそれを下ろされる。分かるわけない。なんでそれで応援しようと思ったの。頑張れウエストランド。歌も出してたけど、応援の歌もサルガン関さんの応援の歌もね、やってましたけど、ということで、ちょっとまあ今後もいろいろご一緒すると思いますんでね、三拍子さんもぜひぜひ今後もよろしくお願いします。ということで、ウエストランドのブチラジ今週はここまで。本日のゲスト、三拍子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ひがみ楽しあわせてにくいじゃないですか。ネタミ、ひがみ。